おはようございます。5月28日減量58日目になりました。今日は、足のトレーニングをするんですけれども、久しぶりにジムの方に行って器具を使ってトレーニングをしてみたいと思います。なので撮影がちょっとできないんですけれども、マスクをつけてのトレーニングということで、足は結構心肺機能を使うので、かなり苦しくなったりすると思うので、やれるところまでやって、いつものトレーニング場に行きたいと思います。今日も朝一の空腹時のウォーキングから行ってきます。今から心肺機能が持つ限り足トレ行ってきます。足トレが終わりました。今から有酸素運動がてらに、リンリンロードという道を歩いて土浦駅まで、次のチートで何を食べるか、どんなお店があるか散策しに向かっていきたいと思います。明日土浦駅周辺までやってきました。車で来ることはあっても、なかなかこうやって歩く機会がないので、いろいろ見て回りたいと思います。土浦駅星野リゾートが入っていますね。で、向かいには市役所。で、土浦駅までぶらり散歩をしてみました。夜やってるお店とか、テイクアウト対応がこう主流になっていて、まだガンガンお店が開いているという状況ではなさそうでした。また機会を見てどっか散歩できたらいいなと思います。ではまた。